が黒いで、あ、これや。なんか顔でかく見えんねんけど、なんでやろ。ごきげんよう、山口あゆきです。めっちゃ笑うな、いつもそれで。じゃあ顔がでかく見えんねんけど、あ、もう今日は、あゆきは京都に行きます。イエーイ。ということで、今日のやっぱり日本といえば京都ですよね。いろいろね、あれからちょっといろいろ、今日は京都に何しに行くのかというと、ぶどう狩りに行きます。そしてバーベキューに行きます。イエーイ。ということで、朝ごはんをしっかり食べて、免疫力を上げて楽しんでいきたいと思います。レッツゴー。テレテレテテキル、あ、ヒガンバナっていう歌があんねん。あれが作った歌すごいこれ。うわ、怖い。ヒガンバナ祭りでわっしょいわっしょい。で、何やってるん？どんぐり？あ、ぎんなぎんな臭いで、それ。え、そんなすぐ投げ。かわいい、ヒガンバナ。でっか。めっちゃでかいじゃん、君。もうでっかい蝶々がいました。そのまま行っていいんじゃない？今からですね、ぶどう狩りしたいと思います。自然がすごいぞ、豊かだぞ。川も流れと。ねえ、めっちゃ虫いてますね。うん、秋の虫って感じ。ちゃん、超かわいいじゃん。薄紅のコスモスが秋の日のや。今日はできるだけ黒い方が美味しい。黒いの、はい、こっちはできるだけ緑からちょっと黄身がかかる方が、薄なる方が美味しい。まあそれのあれで取ってくれはったら、じゃあ一つずつ取ったらいいけど、一つずつ二房。おー、わかりました。取り方はね、あ、うん、ここの半分切ってます。ほんでみんなわかります？あ、わかりました。だいたいわかんね、うんうん、ほんで、一番向こうの方にある奥の二筋が緑のブドウ。ほんでだいたいこの辺のところの奥行くまでに、あの黒いブドウを取って、はい、奥で緑のブドウ取って。はい、探そう。今から黒いブドウを探します。じゃーんじゃーんじゃん、宝探しみたいやな。黒いブドウを探すで。全然あらへんやないかい。あったかい？写真ばっか撮ってて。黒いブドウはあったかい？あるやつじゃないですか。なんか混在してる。混在してるよな。あ、これいいんちゃん。これどう？量少ない？むずいな。あ、それいいやん。それいいやん。これでも丸が少ない。え？どういうこと？端っことかが意外といいかもしれん。ちょっと端っこを取るのもありかも。チェックしといて。でもこっち奥の方がいいかも。奥見てみよう。あれ、これやろ。え、見てこれ、干からびてる。ちょっと真っ暗や。真っ暗や。でも上の方干からびてんねん。ほんまやな。あ、ほんまや。こういうのを優先するか。明日ね、そうそうそう。あ、それええな。それいいかも。でもどうやろ、少ない？どうでしょう。その奥のこれこれいいやんな。でも意外となんかこれ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 、え、でもちっちゃいやん、ちっちゃいやん、うん、これは、いや、だからアジ取るかデカさ取るかや。あ、これこれいいな、これいいな。やろ、これやっとく。これいっとくか。ちょっと待ってな。ここ見て、ここいっぱい豊作豊作。これやっとく。もう一つ一個やろうか。うん、待って、上にもある。これ見て、これめっちゃいいやん。これこれこっち、うん、それいいやん。みんなそれいいやん。どうする、こっちこれ、うん、それ添えなあかんで、下下ちょっと持っとって、これ二人作業で行こう。いや、も合格やね。これ落ちひんかな。おお、見せて見せて。ほら、ひっくり返してみて。いいんじゃない。あ、結構いい感じ。はい、ここで入れて。さすがやな。うん、で、またもう一個ちょっと探そう。探してください、アイキの。いや、これやって。え、これこれこれ、これと、ちょっと待って。ちょっと待って、またあるかもしれんやんね。そんなすぐ選ぶなで。楽しすぎんねんけど、ぶどう狩り。こんなぶどう狩り楽しい。選ぶのでも時間かけようね。なあ、ほんまに。あ、空も綺麗。あ、けどちょっとあかんな。ちょっと奥向いてみます。うわ、じゃわかんない。よだれよだれ垂れるわ。これは、あ、これ、あ、
それいいんじゃん。これでいいの？これ？これ、これよりこっちの方が。見て、見て。こっちだって見てください。こっち落ちてますよ。もう真ん中飲んでって。まだもしかしたら。これちょっと待って、ごめん。これキープして。キープ。これは、これは。ちょっと待って、奥の方行ったらもっといっぱいあるやん。ちょっと腰痛めるわ、これは。え、これめっちゃ入ってんで。いるわ、まあちょっとそれも考えない。この辺もいっぱいあるやん。なあ。なあ、ちょっとあっちやって、あっちの方がいっぱいあるやん。あっちもいっぱいあるんで、ちょっとあっちも見てきてもいいで。これ。え、なんで、ね、全然やん。全然黒ないやん。なんで、感覚おかしなってんじゃん。いや、黒ないけど、見てパンパンやで。ちゃいだ、だから、色で決めなあかんつって。お、まあどっちかやわ。でかいの食べたいのか、甘いの食べたいのか、どっちかやわ。なんでそんな黒ないのを選び出してるの。うん、絶対黒美味しいと思う。じゃあ一個だけ黒ないやつ選んだらいいやん。もうほんなら自分で決めろや。全然黒ない。じゃあ黒いっていうのはこれのことを言うね。これのことを言うね。黒はこれやで。うん。じゃあこれいきますか。じゃあ黒さで言うたらそれがこれや。これ。ほらこれで黒いやろ。これ黒いや。うん、これも黒いね。これ黒いな。そう。どっちする？これかな？あやきちゃん。はい、これにしますわ。うん、はい。いきまーす。はい、どうぞ。根元から。うん。ほいー。そうだな。これちょっと見てほら、ポンポン。あ、うまい。よう探した。これが黒いね。あ、これや。あ、下、下から。うん、持ってな。おー、うん、いいやん。うん。結構いい感じやん。いい感じ。OK。じゃあ、緑行こう。緑行こう。ハウス抱くやん。緑行こう。楽しいわ。背高いってかわいそうやな。薄いのんって言われても全部薄いやん。むずいねんけど。楽しすぎんねんけど。ぶどう狩りなんて大人になってから初めて来たけど。どれが薄いっすか、みんな。どれが薄いっすかね。はて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 。お、これにします。はい。じゃあ今からシャインマスカットを直近していきたい。シャインマスカットか。シャインじゃない。マスカットを直近していきたいと思います。ここをこう持って、ほんで一旦腰振って、ほんでから足をちょっと広げまして、直近って一回ダミーを見せます。でみんなブドウが、おい、どういう、あの人助かろうって感じ、シャインっていう時に、それで切ります。3、2、1。ないです。取れました。じゃん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 。これにした。え、見せて見せて見せて、お母さん。これでした。綺麗。うん。ホタル公園とか。そうそう、ホタルがおるらしいで。木やろな。これ何やろな。ブルーベリーとか違うかな。いやー、めっちゃでかい。めっちゃでかいな。え、今ピョンってなったやんな。全然取られ。イモムシです。角がある。かわいい。見て見て、金魚おる、金魚。で、金魚おる。金魚おる。うん、お母さん、あそこ。あ、ほんとや。かわいくないですか、ちっちゃいの。固まってるね。そう。めっちゃかわいいねんけど。一列なってる。うん。怖っ。あ、魚もおるじゃん。魚おるじゃん。いい感じ、一個もぎって。うわ、なんか潰れてるし。潰れてんの。潰れてるの、あらってさっき食べたよ。じゃあ4つにしよう。よっしゃ、これ4つ。3つ。うわ、ハゲた。あ、なんかあんまりなかった。あ、いいの、1人で。いいよ、いただきます。お願いします。コスモスが綺麗ですね。うん、どうですか。これか、また行けるやつ。ちゃう、ちゃうの。あ、これない。おいしい。まあまあ、普通。カービィを1個。皮、でもなんか美味しい。え、皮いけた。皮を食べない。いただきます。おいしいの。あれ、ここ2人で分け、煮込んでこそ、はい、煮込んで。はい、ありがとう。手びちょびちょなんねんけど。これ美味しいと思うね。うん、これ、うん、炊き込みか。炊き込みか。これやもん。おいしい。
え、なんか色全然ちゃうね、これ。薄い方が美味しい。え、そうなん？言ってたんやけど、緑は薄い方が美味しい。え、ほんまや、ほんと美味しい。やろ？甘っ。しいたけめっちゃでかい。ほんまや、しいたけでっか。見えてますね。ずっと車にくっついてんねんけど、道の駅に来ました。タケノコですか？タケノコの石、シャキシャキしてる。マコモタケ、初めて見てんけど、かわいい。はい、ということでお家に帰ってきました。イエー、楽しかった、楽しかったな。ということでぶどうを、あげのぶどうさ、バリちっちゃいぶどうあんねんけど、赤ちゃんぶどう見て、これここちびちびが、あ、まだこれじゃああれかな、ちびちびがいっぱいおるわ、ほら、じゃーん。これはアイキが選んだぶどうちゃんです。何個か下に落ちてるけど、いい感じですわ。これもいい感じですわ。ぶどうを選ぶときは色が濃い方がいいらしいです。はい、めっちゃ木の匂いする、木。ということで今日はぶどう狩りに行ってきました。最初は、あ、ここにもちびごん、おる、ちびごん、やば、あ、いった、全部ポロポロ落ちるんですけど、やっぱ全部転がっていったわ、部屋の中に。この色が濃い方が甘いらしくて、最初そうやって言われてたんやけど、なんかずっと見てたら目がおかしくなって、なんか形のいいものとか大きいものとかいっぱいなってるやつを選んでしまうって、最終的にで、これ取ろうと思った時にはもう全部こんな薄い色になってて、で、げんちゃんが、おい、それ全然黒ないでって言ってきたから、何、地元に戻ってじゃない、なんていうの、所詮に戻ってじゃない、なんていうの、振り出しに戻って、あ、そうか、もともとの目的はこの黒い、あの、あ、茶色い、茶色じゃなくて紫のやつを、あの、狙ってたのに、いつの間にか私は形や大きさを求めて全然目的とは外れてしまうところに行ってたっていうところが、人間のいろんな性質を見れたなっていう感じですかね。なんかそういうことありますよね、本来の目的から外れていくって。本当はこっちを目指してまっすぐ行こうと思ってたのに、でもいつの間にかそこではなくて違うことに気を取られて、それって無意識にやってしまうんですよね、自分では気づけ。でもそうやって気づけれるきっかけを与えてくれたげんちゃんには感謝ですね、ありがとう。ということで、その後いろんなさ、道の駅とか行った、あ、降った、行って、で最終的にスーパーに帰ってきて、じゃ、でっかいさつまいもをゲットしました。じゃん、これ拾って、あの、掘ってないんだけど、めっちゃでかない、このさつまいもで銀ちゃんを。大人になってこういう自然と触れ合ってブドウを狩りれるのは、狩りレオみたいでいいですよね。皆さんもぜひ秋を満喫してください。日本の秋、お届けできたでしょうか。それでは今日も見てくれてありがとうございます。山口あきでした。バイバイ。